戦争誕から1658年12月19日は茶人。父は、利休の五祭仙宗恩の連れ子戦昭安。母は、利休の娘岡目であり、昭安の軽戦家を継いだ。戦家三代、総丹流の祖。近年の研究により、利休の実施先道安を,を父とする説は否定された。また、古い宗州案により、利休本来の所作を学んだという説もある。 1578年、昭安の子として生まれた宗丹は、10歳の頃に、祖父、利休の希望で、大徳寺に活職として預けられる。父、昭安が利休の5歳の連れ子だったことから、家徳争いを避けるために仏門に入れられたと、言われている。春獄宗縁の下で禅の修行を積み、得度した。1594年、千家再興が叶ったことから、 昭安の希望で減続し、弟子らと共に、利休流のわび茶の普及に努めた。この際、豊臣秀吉が利休から召し上げた、茶道具を宗丹を名指しして返したことから、おじの道康ではなく、宗丹が利休の後継者と目されるようになったとも、言われている。しかし、聞き書きである、沢志月州の情報であるため、確証があるわけではない。1600年頃、 長安が隠居したのに伴い、家督を継いだ。祖父の利休が、豊臣秀吉により自陣に追い込まれたことから政治との関わりを避け、生涯主観しなかった。茶風は、祖父、利休のわび茶を、さらに徹底させ、ために、古事記修行を行っているように製品であるという、意味から、古事記相談と呼ばれたという。しかし、子供たちの就職には熱心で、長男修つたな 加賀藩前田家に、次男宗主を、高松松平家に、三男宗佐を、紀州徳川家に、四、男宗室を、加賀藩前田家に仕えさせた。久さ家との隕石関係ができたのも、宗丹の時代である。晩年に建てた一条代目の茶室は、わび茶の精神を表した究極の茶室とされている。先家中高の祖とされ、毎年十一月十九日には、宗丹期が営まれる。 感動された創設を除く三人の息子がそれぞれ武者の工事セニア、氷船家、裏千家を起こした。これら三家は三戦家として現代まで続いている。相談の門弟の中で特に活躍した四人を相談四天皇という、ありがとうございます。